スカンジナビア航空1209便胴体着陸事故とは、デンマークの空港で、総発ターボプロップ機である、ボンバルディア DHC-89400 の主客が、完全に出なかったために、胴体着陸した、航空事故である。日本においては、同年同年3月に、同じ機種が、ボルトの欠陥で、前足が出なかったために、胴体着陸する事故が発生していたため、大きく報道された。 スカンジナビア航空1209便は2007年9月9日にデンマークのコペンハーゲン国際空港を離陸しオールボー空港へ向かった。同便は DHC-89400 で運航されており乗員4名乗客69名の73名が搭乗していた。目的地に近づきランディングギアを下ろす操作をした際に右主客が完全には ロックされていないことを示す赤いランプが点灯したため、着陸は中止された。手動による操作を行ったが状態は変わらなかった。後に、右主脚の油圧アクチュエータ橋のアイボルトが、脱落していたと判明したが、これにはボルトが埋まるべきメネジ側内部に見つかった。腐食が寄与したと考えられている。1209便は、 空港上空を1時間旋回して燃料を消費した上で緊急着陸に臨んだ。着陸時に右主客が破壊され、右主翼が滑走路に接触し、プロペラのブレードの破片が客室に直撃し右主翼も炎上した。火災は待機していた消防隊によってすぐに消し止められたが、乗客5名が緊急着陸時と脱出の際に軽傷を負った。 なお2007年9月19日に、スカンジナビア航空の本社のあるスウェーデンの、ストックホルムの検察官は、人為的な過失の疑いがあるとして、予備調査を始めたという。スカンジナビア航空は、同便の事故3日後にも同景気による事故を起こしたために、機体整備の不備が事故を招いたと指摘された。そのため事故調査委員会は、機体整備のマニュアルが一新された後に事故が、 発生したことに注目している。また、スカンジナビア航空が、安全機器が標準を満たさないないまま2300回の、フライトを行っていたと報道された。しかし、SAS は安全基準を満たしていないことを否定した。事故機と同型機の DHC-89400 は、この事故以前から主客を格納する、油圧系統の動作不良、油漏れが、相次いだか。 設計ミスによる配線不良や電子機器の故障が発覚しており、機体整備による欠航や離陸後に引き返す事例が頻発していた。中には、胴体着陸を強いられた航空事故も多く、2007年だけでも3月に日本で発生したほか、1209便の事故の後にも12日にリトアニア、14日にドイツで、 足が一部出ないまま胴体着陸を余儀なくされるなど何かと問題のある機体であった。同年10月27日にもノルウェーでも同様の事故が同景気で起き、この事件を含めてあまりにも機体トラブルが多いことからスカンジナビア航空は2007年10月28日をもって DHC-89400 型機を永久運航停止にすると発表した。 同社は保有していた27機の機体をすべて運行業務から外すことになった。ありがとうございます。